こんばんは、ナルマント TV です。夜市の場所と営業時間なんですけれども、まずここ MRT 大橋頭っていう駅ですね。オレンジラインで行けます。で、ここ平平北路3番が、ここがその沿線夜市になります。夜6時から10時までですね。おすすめのお店はこんな感じです。今からここのお店に行ってみたいと思います。早速行きましょう。はい、ということで沿線夜市に着きました。早速いい匂いがしてますね。ここはスペアリブのスープのお店らしいですね。ちょっと、こちらは、塩水寺塩水鶏って書いて塩水寺っていう食べ物になります。そしてこちらは台湾のお弁当屋さんでございます。これはタケノコですかね。タケノコ、そして、豆腐と、奥にもいろんな弁当の食感の数が並んでいます。そしてこちらがヤンボールっていうラム肉を扱っているお店になります。はい、表すことはあのジーローハンのお店ですね。チキンのご飯のお店です。はい、ということでお店の方に到着いたしました。そして注文してすぐにお料理が出てきました。美味しそうですね。これからいただいていきたいと思います。こちらが看板料理のタンユン。外はお餅、中は豚肉と紅ネギが入ってます。はい、こちらは椎茸と豚肉のご飯になります。このお店珍しいのは椎茸が乗っかってることです。あんまり普段は椎茸入れないですね。そして結構味が濃くて美味しいです。これは鶏の足の部分になります。はい、そしては続いてこちら太陽の方いただいていきたいと思います。結構ね熱いので火傷しないようにフフしてから食べていきたいと思います。いただきます。うん、お肉のホロホロした食感と、それとですね絶妙にマッチングするかのようなお餅のですねもちもち感がたまらなく美味しいです。いいですね。はい、そしてこちらやってきましたお店、餅のお店です。はい、じゃあ早速ごまの方からいただいていきます。いただきます。口に入れた瞬間に香ばしい香りがふわっと広がりますね。思ったより甘くないです。食後のデザートとしてはでも結構いいですね。以上、ナルマント TV でした。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。またねー。